い、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日友部幼稚園ではごっこ遊びがありました。火曜日の帰りの会の時に、木曜日はごっこ遊びだから楽しみにしててねっていうお話をちょこっとしてさよならをしたんですけど、今日登園したらもう第一声がおはよう、今日ごっこ遊びだよねって、オーストラリア楽しみだなって言って、どんなことやるのかなっていうのをお話ししながら朝の支度をしていきました。そして朝の会が終わって、ごっこ遊びで使う持ち物とかを確認して、これ持ったって、通園バッグも持ったかなって言って確認していったんですけど、何やるのかなって本当にもう楽しみにしていて、でいざ始まって、年長さんがクラスにお迎えに来てくれるんですけど、例えばゾウのグループさんが来たら、あ、ゾウさんのグループ来たよって、で、こうクラスでこう並んでたんですけど、グループごとに、ゾウさん、もう行きなよ、行きなよって言って、なんかこう、せかすぐらい、もうみんな楽しみにしていて、行ってきまーすって言って、こうみんなに行って、で、始まって行ったんですけど、こうみんなやっぱりこう、楽しくやっていて、中でもやっぱり一番人気だったのは、オーストラリアツアーって言って、ホールでアスレチックのようなことをしたりとか、あとコアラと、このぐらいのコアラと一緒に写真を撮ったりして、すごく楽しい時間を過ごせたようです。そして、お給食、お弁当を食べて、午後少しお部屋の中で遊んでいったんですけど、その時もいつもだったら、おままごとやろうとか、剣作って戦いごっこしようっていうのが、菊組さん多いんですけど、今日は、オーストラリアごっこしようよって言って、なんかこうコアラじゃないんですけど、ぬいぐるみとかもなくってコアラじゃないんですけど、こうブロックを四角に組み立てて、これコアラって言って写真撮るよカシャって言って、カメラもちゃんとブロックでちっちゃいこれぐらいの作ってカシャって言って撮ったりとか、積み木こう置いてって、これペンギンさんって言って、可愛くこうドミノみたいにこう並べていったりして、すごくやっぱり経験がやっぱり楽しかったようで、それを違う遊びでも生かすことができて、すごくやっぱり楽しかったんだなっていうふうに思って、私も嬉しくなりました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。